それでは今日の試合を振り返っていきます。1回の裏ファイターズは今日1番に入りました万波、マリーンズの先発は森です。その森から万波がいきなりレフトへのヒット、いきなり結果を出します。ツーアウトランナー1塁3塁となりまして、5番のマルティネス11球粘りましたが空振りの三振、悔しさをあらわにします。1回ファイターズは無得点。2回の表です。マリーンズは2アウトランナー1塁とランナーを出して、バッター平沢、ここをインサイドに落ちるボール、いやここのボールも抜群でしたね。岩本さん、抜群でしたね。コントロールは本当に申し分なしですよ。そうですね。3回の裏です。ファイターズ2アウトランナー2塁、5番のマルティネスレフトへのヒット、このヒットでアルカンタラここでストップ。このね、この走塁もまた今の見たらまあまあまあどっちもどっちですよ。まあでもそれがあったおかげで、そうですね、捉えたいですね。これ1・3塁となって、6番福田光輝、まだここ0対0なんですが、この辺りです。もうこの選手点はたまらなくダメージが大きかったと思いますよ、マレーンズからすると。そうですね、はい、福田光輝のタイムリー内野安打で1点を先制。そして上川畑ライトへのタイムリーで続きます。これで2対0。そして8番の江越、2球目を捉えました。目切りが早い江越がしっかりボールに目がついていってましたもんね。そうですね、打った瞬間手応え十分ですよ。2試合連続第2号のスリーランホームラン、これで5対0としました。6番7番8番で5点を取りました。さあそして5回の表、マリーンズはこの安田の打球、すごい、岩本さんこの守備も見事でしたね、はい、本当フェンスまでの距離の把握というのはね、素晴らしいものがありましたね。そして5回の裏ファイターズは2アウトランナー2塁で伏見のこの打球、センターかレフトか、センターの藤原、この2人の守備範囲はお見事ですよ。天然の芝生ならではのビッグプレーですよね。そうですね、はい、見事なプレーを見せましたマリーンズの外野陣。そして6回の裏、代打のハンソンがデビュー、低めの変化球、振ってまへんで、振ってまへんで、振ったんでか、ほんなほなっていうように見えましたけどね、これジャパニーズスイングだからみたいな、カーブチャンパイのね、ここは惜しくも空振りの三振となりました。ハンソンのデビュー打席でした。8回の表です。マリーンズは2アウトランナー1塁、あと8回に入っています。ただここ和田を空振りの三振、ランナー出した後の3者連続三振でした。投球フォームの再現性の高さはもう一番受けてますね、はい。そして9回もマウンドに上がります。今シーズン初完封へ、ツーアウトランナーなし。もう新庄監督もあんだけ胸はだけてて、あれ似合う人なかなかいないですよ、最後岡をファーストゴロに仕留めて試合終了、完全にプレスリーユニフォームがこれ、今日の夜、各局テレビのニュースはもうこのユニフォーム爆裂に映りますからね。そうですね、今日は観衆2万7909人お客さんが入りました、まあ、その中での加藤の完封劇、これエスコンフィールド初の完封勝利投手になった。なるほどですね。足元に背番号も気づいてました。足の裾のところ、本当ですね、右足の裾のところ背番号描かれてるんですよ。模様だと思ってました、背番号なんですか。はい、すごいなこのユニフォーム。そして JAL 国内線3号東京方向
が日本航空株式会社執行役員北海道支社社長林幸一さんに贈られます。さあこれからヒーローインタビューが始まります。まずはスポンサーの方もどちらかというと赤い翼ですからね。そうですね、レッドフィールド北海道にお越しの皆さん、テレビラジオインターネットの前のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打の2人のヒーロー、まずは今シーズン初の完封勝利を収めました加藤貴之投手です。ありがとうございます。まずはこの大きな拍手聞いていかがですか？そうですね、はい、よかったです。ご自身の今日の投球振り返っていかがですか？そうですね、前回と、はい、チームに迷惑かけてましたし、本当になんていうんですかね、野手に助けられていたので、本当に今日はいいゲームだったなと思います。加藤投手、すいません、もうちょっとマイク上げていただいてもよろしいですか？はい、すいません、ありがとうございます。打線も5点と援護してくれましたね。そうですね、本当同級生の江越が、はい、ホームラン打ったんで、はい、それで乗っていきました。また今日は特別なユニフォームを着てのプレーです。新庄監督はかっこいいプレーを子どもたちに見せてほしい、そんな思いを込めてのユニフォームなんですが、ヒーローに輝いた今のお気持ちいかがですか？そうですね、本当たまたまだと思うんで、はい、運が良かったです。ただ加藤投手のいいピッチングを期待されているファンの方も多いと思いますけれども、次回に向けての強い意気込み聞かせてもらえますか？そうですね、今日みたいなピッチングって難しいかもしれないですけど、はい、粘り強く、はい、投げていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。加藤投手でした。続いては2試合連続のホームラン、江越タイガース選手です。ナイスホームランでした。ありがとうございます。まず新球場初めてのお立ち台です。見える光景いかがですか？最高です。あのホームラン打った直後に右手をもう振り上げていましたが、感触はどうだったんですか？感触は、はい、良かったです。いったかなと思いました。2試合連続の1本がこの新球場での初めてのアーチです。それに関してはどうでしょう？僕もたまには打つんで、今日来てくれたファンの方はラッキーだったんじゃないかなと思います。いや、皆さんもこれ長打期待されてると思いますけれども、今日は赤と黒のユニフォームを身にまとってのプレーでしたが、着心地はどうでしたか？僕が一番似合ってたんじゃないかなって、はい、思ってます。会場にいる皆さんもお気づきになったでしょうか、試合中は襟を寝かせていましたが、今襟を立てています。それはどういう感じなんでしょうか？いや、試合も襟立てていこうかなと思ったんですけど、これ結構暑くてちょっと、はい、すいません。プレーのしやすさとかそういうことではないんですか？プレー の、 しやすさだったり、やりにくさは特に感じなかったんですけど、暑かったです。ただこのユニフォームを身にまとって子どもたちにもいいプレー見せられたと思いますけれども、その点についてはいかがでしょう？いや、試合前の円陣でも、このユニフォームでかっこいいプレーを見せようという話をしてたんで、よかったかなと思います。はい、移籍1年目、まだまだファイターズファンの皆さんは江越選手の活躍期待されていると思いますけれども、力強く宣言してもらってよろしいでしょうか？そうですね、あくまで僕は、守備の人間だと思ってるんで、なんとか守備でチームに貢献できるように、また明日からやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。今日のヒーロー加藤投手、そして江越選手でした。よいしょ。今日は
は9回完封、見事なピッチング、加藤貴之投手。そして3回に2試合連続スリーランホームラン。江越大賀選手のヒーローインタビューをお聞きいただきました。いや、岩本さん、はい、このね、ひょうひょうとした加藤投手のインタビューと、そして江越選手のインタビューはちょっとこう自信にみなぎってる感じもあったんですが、照れくささもありましたけども、まあ、でも襟を立てて火を立ち上がる、今日の俺を見てくれと、はい、言うたらちょっとプレスリー的なとこありますからね。完全に